めぐれ市場食堂、海鮮丼かなんかそういうものを食いたいと。海鮮かき揚げ丼。今日は市場丼が置いてあるから市場丼にするか。南部青果市場にてメフレ食堂。うまそうだけどこれにすっかな。よいしょ。いちば丼。初めて食ったね。俺は生より焼き魚の方が合ってるっぽい。そんな感じで今日もこれから高速でスイスイと戻りたいと思うぜ。では、サービスエリア4日キノコ、そう、牛タンが出てる。牛タン、あ、ニンニク、ニンニク売ってますな。生姜湯とかもあそう。タラの芽、山菜がいっぱい売ってる。ニンニクワンネット2500円で売ってるわ。すげえ入ってるわ。あ、ありがとう。何も買えないよ。サービスエリアいいね。もうすぐ下に線路が走ってんだね。電車が通るんだね。こう高速沿いに線路が走ってんだ。トラック大体、トラックって置き場所ってさ、遠くね。大体いつもさ正反対じゃね。アイスゲート。これ合戦の跡、ここが合戦の跡。藤原氏が源頼朝にやられたところだって。ここ国見サービスエリアが見える。ここのページ
っと。ネギ一袋100円。うまそうだな。半端ねえな。